YouTube をご覧の皆様、ただいまからトークショーを行います。さあ、こちらにお越しいただきましたのは、地元出身の加用大選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずはちょっと自己紹介、よろしいですか、カメラに向かって。はい、出身高校が、沖縄尚学で、今、テレクリニックで所属して、クラブチームとして、野球をプレーしています。で今、社会人、2年目で、20歳という年なんですけど、このインターリーグで、自分も、なんですかね、もう自分を出して、上のレベルで、戦いたいということで、参加しました。はい、めっちゃイケメンですよね。すごい女子にキャッキャ言われるタイプじゃないですか。いや、全然そんなことないです。いやいや、もう、ご覧の皆さん、もうイケメン楽しんでいただきたいと思うんですけれども、はい、今自己紹介していただいたように、沖縄尚学高校の出身、はい、これも甲子園とかも行かれたんですか。いや、自分たちの代が、はい、この甲子園、コロナでちょっとなくなった代で、1年だけ できなかった年、はい、その時は大体大会とかはあったんですか。はい、ありましたね。その時の成績は、その時が、ベスト8で終わったんですけど、いや、すごい辛い思いをされたと思いますが、どんな1年でした、その時は。そうですね、コロナで中止ってなった時に、ちょっとマジかってなって、そうですね、モチベーションも、みんな、これからどうすればいいのって、あったんで、はい、そっか、そんな辛い思いをされて、でも野球をね、今テルクリニックで続けていると、この野球をモチベーションが下がった中でも続けようと思ったのは何でなんでしょうか。自分も、上のレベル目指してるので、やっぱりコロナで大会がなくなったから終わりじゃなくて、自分のレベルアップとして、それを、目標にして頑張ってました。上のレベルとはズバリどこでやったんでしょうか。NBA でプレーしたいなというのはあります、なんかこんな選手になりたいとかっていうのはあるんですか。憧れの選手が、ダルビッシュ投手で、ちょっと男前やしじゃないですか。幼稚園から好きで、だからこういう選手になりたいなということで、NPB を目指してます。ではダルビッシュ選手に憧れるということでピッチャーだと思うんですけれども、今日、まだ残っていますね。今日の1試合目で先発、担当されましたが、今日の結果はどうだったでしょうか。4回出してね、あらダメでしたね。そうか、今日調子悪かったんですか。今日ちょっと、そうですね、ちょっと調子悪くて、ストライクちょっと入らなかったかなっていうのもあるんですけど、ちょっと風の影響で、普通まで一つぐらいホームランになっちゃったんで、そうですね、風、今日ちょっと皆さん強いんですよ。やっぱり風ってすごく関係ありますか。ちょっと関係ありますね、ピッチャーやってて、普通のフライが超えちゃったりとかしたら、結構。今日じゃあ球場入りした時にやばいなってあるのはありました。ちょっとレフトに打たさんこうって思ってますけど、打たれちゃいました。でもね、今日はね、その調子悪かったということなんですが、どうですか、ウィンターリーグでこの試合一番自分調子良かったなとか、いかがだなっていう試合っていつもどの試合か教えてもらえますか。全部の試合ちょっと失点してるので、どれがいいのかっていうのは、自分でも分かんないですけど、強いて言うなら、最初、投げた1イニングなんですけど、その試合は無失点でできたんですけど、その時のまっすぐとか、変化球も良かったんで、スピード自体も結構出てたんで、それ良かったかなと思います。1イニングということは中継ぎで行ったんですか。もうそうですね、中継ぎで行かせてもらって、どうですか、先発か中継ぎか抑えか、いつもは発動はどこを担当されるんですか。自分はそうですね、もう大体先発で行かせてもらってますね、このチームでも。
中継ぎどうでした、やってみて。中継ぎちょっと難しいですね。あ、難しい、どのところが。この作るタイミングっていうのもそうなんですけど、自分がどういう球数投げたらいい状態に持っていけるのかなっていうのもありますし、まあ、ちょっと難しいところもあります。そうですよね、まあ、先発だともうこの日に1回から投げるよって分かってるわけですよね。そうですね、中継ぎだと突然呼ばれるわけですよね。まあ、まあ一応投球、まあ、イニング数が決まって先発ない、まあ、一応その目安では作っていけるんですけど、そのちょっと試合展開、まあ、流れとかでちょっと、いつどのタイミングで作ればいいのかなっていうのがちょっとありますね。そうですよね、はい、時間もね、分かんないですよね。そうですね。抑えはまだしたことがないですか。あ、抑えは元のチームで、はい、もう一応やってたんですけど、はい、もう大体先発かも、まあ、たまに中継ぎも投げたりで、はいはい、抑えは、まあ、大事ですね。そっか、ご自身も先発が好きと。先発好きですね。うん、あの対戦した中で、このインターリーグで対戦した中で、はい、このバッター一番すごかったわっていうバッターぜひ教えてください。あ、まあ、みんなまあすごいんですけど、うん、はい、まあ、やっぱりまあ前期でいたトヨタの人たち3名、うん、今井さんと坂巻さんと、はい、まあ、佐藤さん、うん、がこの3人がちょっと、うん、グッズまねけたりなんていうんですかね、はい、うん、まあ、そういうとこありましたね。対戦してみて、なんかこう、どう、威圧感とかがあったりするんですか？そうですね、やっぱりトヨタの選手だなって。あ、そっか、まずはトヨタだみたいな、日本選手権優勝のトヨタだみたいな。そうです、結構オーラ、やっぱりオーラあったんですね。はぁ、何か学ぶところはありました？まあ、この、なかなかまあいいバッターと対戦する機会ってないので、まあ、その、自分の投球、まあ、どういうところがダメとか、まあ、分かったので、まあ、そこがまあいいかなという経験だったかなと思います。いや、いいバッターと、ね、対戦できるいい経験でしたよね。いや、で、ちょっと地元の話に行ってみたいと思うんですが、はい、この沖縄のご出身で、のお家はどちらなんですか、何市なんですか？うるま市、石川。はい、はい、はい、ところ。球場がありますよね。あ、はい、ありますね。石川球場。あ、石川球場。石川球場、はい、ちょっと違いました。石川球場のお近くなんですか？そうですね、もう近いです。徒歩10分ぐらいで着きます。はい、じゃあ野球は何歳ぐらいから？野球は小学校、まあ、4年生の時に始めて、うん、まあ、そこからずっとピッチャーでやってきました。あ、じゃあもうピッチャー一筋で。そうですね。うん、なんか始めるきっかけはどんなところだったんですか？自分のお兄ちゃんがいて、はい、お兄ちゃんがピッチャーやってたので、やっぱりお兄ちゃんの影響っていうのがありますね。じゃあもうピッチャー以外のポジションは、まあ、担当していないということで、もしこの世にピッチャーがなかったらズバリやりたいポジションを教えてください。やりたいポジションですか？はい、もうピッチャーがこの世にないんです。はい、そしたらどうしましょう？ポジションなかったら、はい、ベッド守り、ベンチです。じゃあ、それが、もうピッチャーじゃなかったら、もうベンチで声出すなと。そう、もう元気よく声出せ、倒してた方がいいな。あ、じゃあ、それだけピッチャー、すごいですね。はい、ピッチャーしかやりたくないです。ああ、じゃあもう、歴代の指導者の方にも、もうピッチャーがやりたいですって宣言してきたんですか？まあ、そうですね。へぇ、ピッチャーで行かせてくださいっていうのは。ああ、じゃあそんな、うるま市で、ピッチャー一筋の少年として育って、なるわけですけれども、うるま市でなんかここおすすめだよみたいなところ、私もあの県外から来させていただいたんですが、はい、あります？うるま市でしたら、はい、そうですね、うん、なんもないですよ。ちょっとなんかあるでしょ。なんか何でもいいですよ。私たち海が綺麗なだけで感動しちゃうんで、はい、ああ、海中道路もが、与那城というところにありまして、はい、まあ、そこ結構夜とか行ったら結構、うん、ライトアップされてるのもあるんで、あ、まあ、そこ綺麗だなと、はい、まあ、ありますし、まあ、海もあるんで、はい、まあ、やっぱり
そこがまあ売れましだったらまあ有名かなと思います。海中道路ライトアップだけでちょっとときめいてしまうんですが、もう地元の方は多分見慣れていらっしゃるんじゃないですか。多分結構行ってる人多いと思います。そうですよね、はい、それでどこだろうみたいな、しいて言うならわからないなみたいな感じになっちゃったんじゃないですか。そうですね、もう見慣れすぎているみたいな。ここ今日ね、読谷なんですけれども、読谷からうるま市っていうのはどれぐらいの距離なんですか。まあ、自分の石川からでしたら、はいはい、まあ、車で20分ぐらい。あ、近いですね。はい、行き着きます。ははは。じゃあうるま市結構美濃湾とかも近くというか真ん中ぐらいの距離で行けるような感じですか。はい、あ、まあそうですね、美濃湾、まあ茶壇とか、はい、まあ入れて、まあ、30分ぐらいで。あ、とてもいいところですね。はい、高速も近くで便利ですよ、確か。いいじゃないですか。ちょっとあの皆さん沖縄に来られる際にはうるま市ぜひお立ち寄りください。はい、ぜひおすすめスポット、海中道路でしたっけ。海中道路です。はい、ぜひちょっと海洋選手のおすすめのところ行っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。なんかいろいろお話聞かせていただいて、ね、楽しくなってきたところなんですが、お時間となってまいりました。はい、さあ、最後にですね、はい、後期日程始まったばかりなんですが、残りの日程で、こういったところを頑張りたいとか、こういった目標を叶えたいとか、そういった意気込みを教えてもらえますか。はい、まあ、今自分が、まあ、結構、失点数が多くて、はい、まあ、後期、これから、何試合かまだあるんですけど、うん、まあ、その失点数というのを減らしていって、まあ、自分のいいところの持ち味というのを出していって、まあ、このスカウト陣にもアピールできたらいいと思います。はい、ではですね、まあ、応援してくださる皆さん、地元の皆さんも、そしてもしかしたら県内にも加藤選手のファンいらっしゃるかもしれません。ぜひ日曜日をご覧の皆さんに最後一言メッセージ、カメラ目線でぜひいただけますか。はい、まあ、これからまだ試合あると思うんですけど、まあ、自分の活躍、応援の方もちょっとよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。今日お越しいただきましたのは地元うるま市出身の加陽大輝選手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。